だから怖いだっつってんだろうが。ほい。ということで今回も続きからやっていきたいと思います。で、今回は前にね、ツイッターの方でちょっと情報をもらってたんですけど、共栄スタークを仲間にしに行こうと思います。で、まあ共栄スタークを仲間にするためにどこだっけ、安楽の丘、霊道、ネオンパークじゃなく、ん？アンテッドガーデン入り口、そう、共栄スタークを仲間にするために5つの遺伝子、地獄の遺伝子ってやつを、まあ、手に入れていかねばならんのですけども、それの場所ももう、これちげえわ、レジマリンだわ、その場所もまあ大体聞いているので、それを取りに行こうと思います。これレジウィングって使いやすいんかな、ちょっと私的によくわからないんだけど、よいしょ。確かにね、レジアクセルは早いなぁと思ったんだけどね。あーあー、よいしょ。この一個一個さ、あ、落ちる、やばい。とりあえずちょっとここで羽を休める。一個一個この遺伝子を見つける場所がちょっとややこしいんだよね。お、あ、ここか。ここだね。ここで、まあ、とりあえずなんかそれぞれの場所で、こう、ステルスボックスがあるらしいので、遺伝子の入った、これか。光学的に隠された特殊なコンテナだ。中にはアイテムが入ってるようだ。これだね。オッケー。ってことでちょっとモンスターたちに。ああ、モンスターたちに当たらないように行きたいの、なるべく私。待って。はい、これね。よかった。ちょうどお墓が邪魔になってくれてる。ステルスボックスから地獄の遺伝子1を手に入れた。はい、ってことで次2つ目いきまーす。ルーラーで。次は、頭骨の表現ね。頭骨の表現。ん？どこだ？頭骨の表現。ホーラパーク東口。いきます。はい、ポーラパーク東口に到着。で、ここから、どっち側だっけな？こっちか。こっちの方行って、多分ね、この大陸の外側をぐるっと行かなければいけなかったはずなんだけど。シュー。待って、ちょっと待って、こっちだね。とりあえず、あっこの大陸、あっこのちっこい大陸で羽を休めて、あっちでも休めるとこあるね。まあ、でもとりあえず、よいしょ、慎重に行きたいので、あっこね、あっこにたどり着けばよろしいわけですよ。これ一気に行けるかなーとか、ちょっと思うけど、行ってしまうけど、あー落ちる。もう変なこと言ってるからだよ。まあ、多分ね、直接も行けると思うんだけど、私はそういうとこで、うっかりミスをして、ああいう感じでね、落ちてしまうことがあるので、まあ慎重に、行ってます。慎重に行ってます。うわぁ、雲がいっぱい。雲。もはやモンスターの名前も言わない。この辺にあるはずなんだけど。どこだ？まだないのか？もうちょっと上の方かな。もうちょっと上っぽいね。はい。この辺か。よいしょ。うわ。なんかおるよ、なんか。トロルボンバー。ボンバーじゃねえわ。あ、これか。ほい、光学的な歪みに隠された対象物を確認。対象の位置を波マップに記録します。やった、あったー。見つかりたくない。ぶつからないで、あー、ちょっと待って。はいはいはい、ブリザード来てる。はいはいはい。はい、空中に避けまーす。で、ぶつかるんやろ。やめて。はい。諦めてくれた？ちょ、威嚇しとこ。ミスっただけやけどね、今の。はい、ステルスボックスから地獄の遺伝子2を手に入れた。じゃあ次。地獄の遺伝子3に行きます。地獄の遺伝子3が、消熱の火山。消熱の火山秘密基地。
出発。はい、消滅の火山秘密基地到着。で、ここはね、こっちの方向だったはずなんだけど、え、上の方かな？下？下か？あ、この辺か。お？違うかもしれない。ちょっと待ってね。とりあえず、ステルスボックス探せ。ないね。何これ。あ、モンスターか。モンスターか。え、あれ？まだ下？あ、まだ下か。とか言って落ちるパターンでは何？ちょっと待って、ここ？あ、え、何か細いとこがあるね。ここか。これだ。ほい、光学的に歪みに隠された対象物。あー、よかった。落ちていくとこやった。ね、ちょっと踏みとどまってよかったよ。ほい、これでステルスボックスから地獄の遺伝子3を手に入れた。ってことで次4つ目が、はい、ルーラーでポイント0に行きます。ポイント0に出発。ほい、ポイント0に到着。でね、このポイントゼロが、ちょっと場所が分かりにくいっていうのを聞いたんだけど、この下？危ねえ。危なくないのか、大丈夫か。そうそう、この下に、ね、こうやって乗れる場所があるっぽくって。んで、どこだろう？何あれ？コアか。コアだな。あれ？で、どこ行くんだ？まだ下降り、あ、待って、まだ下降りれるっぽい。じゃあちょっとこっち行って、なんかあそこ入り口みたいになってる。これは何？これ？あ、違う。暗黒宙域？無数の岩やガラクタが漂う宇宙空間。むやみに飛び出せば命の保証はない。あの辺行っちゃダメってことだね。気をつけとこ。これは？コアだ。だからコアだっつってんだろうが。こっちか。あ、こっちもなんかある。あ、あれ？あれ、ここはなんか、ステルスボックスもろ見えなんすけど、地獄の遺伝子4を手に入れた。ちょっと、めっちゃ普通に丸見えやけん全然違うかと思った。はい、これで4つゲットで、次最後5つ目。5つ目は、センタービルの地下2階。はい、行きまーす。はい、センタービル地下2階到着。で、まあ、ここで、イベントバトルをするんやけど、あ、ごめん、めっちゃ。モンスター格闘場にようこそ、歓迎するわ、アイナ。さあ、今日はどうするの？冷やかしに来たわけじゃないんでしょ？ほい、当然。じゃあ、イベントバトルをする。イベントバトルを開始しますか？ほい。このイベントバトルなんやけど、これは、3日目？ 3 日目のイベントバトルでもらえるらしい。ふふん、いい返事じゃない。それじゃあそこでちょっと待ってなさい。お、来た来た。今回は誰だろうか。さーて皆さんお待ちかね。格闘場名物イベントバトルの始まりよ。まずは皆さんご存知、我らがヒーロー、モンスターマスター、アユナー。イエーイ。そして対するは、誰だ。このブレイクワールドの空に浮かんだ世界の大母、ん？大母。その分身たるこの少女。マジか。アユナを導いた者、レナーテの登場よ。もうアユナを導いたって時点でこっちの方が上じゃね？前の戦いではあなたに頼りきりだった。けどそれではダメだと思ったの。あなたのように強くなる。この世界をこれからも守るために。バーディ、私たちの今の力をアユナに見てもらうわ。え、バーディは私のパートナーじゃなかったの？なぜそっち側に？それではイベントバトル第3戦レディーゴー。しかも何も喋らねえ。え、いつもの陽気なルーゴはどうした？ルーゴじゃねえか、バーディーゴか。喋れよ。しかもさ、レナーテって服の色あんなやったっけ？なんか変わってない？着替えた？着替えました？なんかスカーフかなんかの色違くない？私が勘違いして覚えとただけかな。はぁ、バーディー、なんてことだよ。
もう私は用済みってことだね。てか、あれ以来普通にバージー出てきてないけどさ。なになに？だってさ、別に、仲間にもなってなくない？なってないし、ね、なんか過去の映像みたいなんでずっと、私についとったけど、あれか。私がアンセスじゃないって分かったから、あー、こいつちげえわってなったんやね、きっと。だってほら、私に牙剥くように、牙じゃないけどね。なんか前から思いやるけどさ、めっちゃ舌長いよね。なんであんなん出しとんやろ。蛇みたいなことない？え、鳥の舌ってああいう感じ？え、舌はあるよね、鳥。なんであんなんなんやろ。怖っ。やっぱりなんか、餌を捕まえるためにああいう感じになったんかな。え、だってあれやん、なんか、チンパンジー？猿？とかもなんか、指とか細いし、ああいうのはなんか、猿だっけ？アリクイか。全然ちげえ。なんか、アリクイのさ、舌が細長いのも、アリの巣に舌を突っ込んで、アリを食べやすくするためにそう進化したみたいな。なんか動物がその形であるっていうのは、何らかの理由が、え、でかくね？バーディーでかくね？今めっちゃでかかったんだけど。え、あんなに差あるの？やば。でも弱いけどな。弱いけどな。あんなでかいんや。まあ、そっか、人間を掴んであんなに飛び回れるぐらいやけん。ただ単に力があるだけかと思ったけど、大きさがあるんだね。もうほら、容赦ない攻撃だし。私、上に乗ってんだよ。見えます？ほらほら、あのでかさの差。みんなやられないでね。でも攻撃力はこっちが上だから、やばいな。デスピサロって結構でかいと思っとったんやけどな。そうでもないんか。バーディーがでかすぎるだけか。でもね、でもね、前にそのフィールド上っていうか空中ライドを手に入れた時をやっつけた。あっさりと。空中ライドを手に入れた時に、確かにフィールド上にバーディーはおったけど、そんなに、そこまででかさなかったよ。成長したの？成長期ですか？勝負あり。勝者は、アユナ。皆さん彼に惜しみない拍手を。イエーイ。拍手が聞こえませんけど。お、やっぱり私たちはまだまだのようね。いい勉強させてもらったわ。これはそのお礼といったところよ。受け取ってくれる？お、アイナはレナーテから地獄の遺伝子5をもらった。ありがとう。私たちももっと強くなる。強くなって、またあなたと戦いたい。ぜひ。やるわね、アイナ。見応えのある勝負だったわ。健闘を称えて、ご褒美をプレゼントするわ。ブロンズコインを3枚とシルバーコインを2枚。そしてゴールドコイン1枚をもらった。次のイベントバトルに参加できるのは明日の午前0時を過ぎてからになるわ。それじゃあお疲れ様。次の戦いまでしっかり休みなさい。よし。これで5つ全部と地獄の遺伝子を集めたわけやけど、これからここのセンタービル。ああ、間違えたよ。アンデッドガーデンに飛んだ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。